調査兵団はシガンシナクに到着するとすぐにエレンの硬質化によって外門を塞いだ。その後ライナーを発見するも巨人化され内門側に繋いでいた馬を狙われる。そこでハンジたちはエレン巨人をおとりに使い鎧の巨人をシガンシナク内へと誘導する作戦を決行した。エレンをおとりにする羽目になるとは。だがライナーはエレンを追うはずだ。ライナーをシガンシナク内で迎え撃つぞ。待ってください、もう一つ危惧すべきことが。超大型巨人がまだどこかに潜んでいます。前回エレンはライナーを追い詰めましたがベルトルトの奇襲を受け連れ去られたのです。単純な対策ですが壁から離れた位置で戦いましょう。狙い通りエレンと鎧が戦い始めたか。私たちは援護に回ろう。鎧の隙を作るぞ。絶好の機会を狙って雷槍で肩をつける。それまで手の内は隠しておくんだ。ただエレンがやられたら元も子もない。彼の消耗にも気を配ってくれ。よし、今しかない。雷槍を使え。あと少しだ。ここで勝負を決めよう。イナシの鎧が剥がれかけてる。もう一度だ。とどめを刺せ。頭を吹き飛ばした。倒したぞ。やった。よっしゃ。泣くな。俺たちが殺したんだぞ。動いた。ライナーを引きつけてくれ。ベルトルト、僕とエレンで倒す。わかった。ライナーは私たちに任せて。
ベルトルトはアルミンとエレンに任せた。俺たちはライナーをアルミンたちから遠ざける。全員で攻撃を仕掛けてライナーの注意を引かなければ。狙う、潰す。やろう。エレンに狙いを絞る気か。ライナーの注意を引けないのなら今ここで息の根を止めるしかない。仕留めてくれる。私たちはここでライナーをやる。勝負は奴が動けなくなったからだ。残りの雷槍で必ず仕留める。じるわけにはいかねえ。くそ、やってやる。よし、ライナーが体勢を崩した。ここから勝負に出るぞ。まず俺がおとりになる。ゴニの座者は雷槍を2本使って両側からライナーの顎を狙う。顎を吹っ飛ばされたらライナーの口が開くはずだ。ミカサは残りの1本でライナーの口の中からうなじを狙え。1本外した。口は開いてない。それでもやるしかない。ミカサ、無事だ！いや、よくやった！ハンジさん！今だ、ミカサ！おい、まさか…ライナー、出て！なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら、力が湧いてくるんだ。この作戦がうまくいけば、もう海を見にはいけないな。僕はなぜか外の世界のことを考えると勇気が湧いてくるんだ。エレン、起きろ。海を見に行くよ。自分で考えた作戦だけど、成功は僕がどれだけ耐えられるかで決まるかな。アルミン、お前は大事には至らないあたりで切り上げるけど、あとは任せたよ。
ほら、僕ってそんな勇敢じゃないから。いや、俺が知ってるお前は。分かってるよね。一緒に海に行くって約束しただろ。僕がエレンに嘘ついたことはあった。だから何があっても僕の作戦守ってくれよ。くそ。あ、エレン！勝負はもうついてたんだ。終わりにしよう。エレンの元へ近づけさせるわけにはいかない。少しでも長く超大型巨人の足を止める。そのために何だって捨ててやる。空から生き残ったのはエレンについてた104期生のみんなだけか。正直言えばみんなまとめて吹き飛んで欲しかった。火のついた瓦礫を。ベルトルトはこの町を火の海にするつもりなのか。火が回ったら、いや、今やるべきことに集中しないと。炎の水、砂の雪原、きっと壁の外には僕の知らないものがたくさんあるんだろうな。だけどもし僕がそれを見られなくても、超大型をエレンに近づかせるわけにはいかない。止めないと。こんな試練にももう慣れたよ。僕に見せてくれ、君たちが最後に何を残すのか。すごいって無駄。この蒸気をまともに食らい続けた。火傷どころじゃ済まないな。この程度の傷、僕が時間を稼がなきゃいけないんだ。僕たちの知るベルドルトとは別人みたいだった。どんな揺さぶりもきっともう通用しない。本気で僕たちを皆殺しにするつもりだ。なら僕たちも全力で彼を倒すしかない。だけどそれだけ超大型にも負担がかかってるってことだ。多分理屈はエレンの巨人化と同じだ。短時間に連続して力を使うことはできない。まずい、今エレンは動けないんだ。僕がベルトルトを止めないと。全部仕方なかった。だって世界はこんなにも残酷じゃないか。ベルトルト、ライナー、僕は君たちを信じたかったよ。ついこの間まで一緒に過ごしていたのに、もうずっと昔のことのように思える。
まだだ。まだ足りない。もっと時間を稼げるはずだ。やっぱり骨は消費しないんだ。そして何より熱風を放っている間は筋肉を動かせない。けどアルミ、それが君の最後か。君がその知恵を絞ってようやくできる抵抗は、そうやって炙られ続けることなのか。なら分かったよ。今楽にしてやる。エレンに託すんだ僕の夢、命、すべて。きっとエレンなら海を見てくれる。終わった。さあ次はエレンと馬を。これは硬質か。取った。最初にエレンは動けないと思わせたのも、アルミの抵抗も、硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ、全ては僕の隙を作るため。クソ、分かってたはずなのに。お前が誰よりも勇敢なことぐらい。シガンシナクでの死闘を終えて、調査兵団はついにイエーガー邸の地下室へとたどり着いた。そこに残されたグリシャの書物とエレンが父から継承した記憶の中には、この世界に残る多くの謎を解き明かす鍵が眠っていた。そして巨人を随意に操る能力、9つの巨人の力を継承した者が継承から13年で命を落とすという非常な現実と、エレンがグリシャから受け継いだ巨人の名もまた明らかになる。進撃の巨人、それはいついかなる時代においても自由を求めて進み続ける巨人の名であったという。そして時は流れ、一度目の超大型巨人襲来から6年、時間をかけ着実に巨人を駆逐していった調査兵団は、ついにウォールマリアの外へと壁外調査に出る。だが依然として壁の外には行く手を阻む敵の姿があった。目標地点へと近づく調査兵団に巨人の影が迫る。ないほどの巨大な潮の湖があるって、僕が言ったこと間違ってなかっただろう。ああ、すっげえ広いな。ねえエレン、これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。でも違った。海の向こうにいるのは敵だ。何もかも親父の記憶で見たものと同じなんだ。まあ向こうにいる敵全部殺せば、
俺たち自由になれるのか。